暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。ミニマリストになるって何もない部屋に住むってこと？ちょっとハードル高いな。ぷーちゃん、それはちょっと誤解かも。最低限の必要なものだけで暮らすのがミニマリストさんの暮らし方だよ。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は自分らしく生きるため少なく暮らすというテーマについて、ミニマリストたけるさん著、月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活をもとに考察していきます。例えばお部屋にうんざりしていて人生を変えたいけど変えられない、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回の方法を知らないと家も心もごちゃつき、次のステップに踏み出せないままです。しかしこの動画の内容を実践していただくと、ミニマリストの考え方から難しいことをせずとも自分らしくより豊かな生き方ができるようになるでしょう。このチャンネルでは暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは具体的な方法を解説していきます。今回取り上げるのは、ミニマリストで YouTuber としても活躍するミニマリストたけるさんの著書、月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活。たけるさんはミニマリストになる以前、仕事の無理がたたり体調を崩し、結果仕事も恋人も失ってしまいます。しかしミニマリズムと出会い、たけるさんの人生のどん底だった生活は一変されたのでした。一言で言うと、物に重きを置かず自由になるです。ミニマリストたけるさんの一番の主張、それは物を減らして身軽になることで自由が得られるということです。物がないことでチャンスをすぐにつかめる、お金を生み出す、このようなことは何の枷もなく行うことができると言います。逆に物が多いと自分にとって貴重な時間、お金、これらが奪われてしまうことがあると、たけるさん。どこに何があるかわからず探し回ったり、片付けに時間が取られたりすることもあるわけです。そこで、たけるさんが提案するのは、本来、物のために生きるのではなく、物を使ってどう人生を楽しむかが重要だということ。このように、人生の当たり前を取り戻してくれる。また、人生のチューニングをし、たけるさんの人生も一変させたミニマリズムの考え方について見ていきます。本日のお品書きはこのようになっています。自分らしく生きるため、少なく暮らす方法について、3つのポイントにまとめてみました。大量のものたちは人生の重荷。過去を手放し、未来に向かう。ミニマリスト流、楽に片付け始める方法。それでは参りましょう。まずはじめに、大量のものたちは人生の重荷について解説していきます。今や物の少ない部屋で暮らすたけるさんですが、以前のたけるさんの部屋はというと大量のもので溢れていたそうです。玄関、キッチン、そして床の上も物だらけだったとのこと。物だらけでどこに何があるかわからない状態で、さらに新しく物を買ってきてしまう。このように何度片付けても散らかる悪循環の環境となっていたのでした。こんなにたくさんのものに支配されたのは、物がたくさんある方が幸せになれると思ったから。たけるさんは当時の状況についてそのように分析しています。しかしたけるさんは、そんな物欲まみれの生活では幸せになれないと気がつきます。そして物にお金や時間を使うよりも、物を使って人生を楽しむ方が大事だと考えるようになったのでした。例えば物に縛られると余裕がなくなり、身も心もボロボロになることがあります。特にたけるさんが警鐘を鳴らすのは次のような場合です。探し物やなくし物が多い、毎日家事に追われている、貯金が増えない、好きなことをやる余裕がない、
このように感じることがあるなら、物を持ちすぎている可能性があるとのこと。幸せな人生を送るためには、重荷を背負わず、自由に、そして心豊かであることが大切です。物に時間やお金をかけることは、自分の人生の時間を奪われていることにもなり得るのです。続いて、過去を手放し、未来に向かうについて解説していきます。タケルさん曰く、ミニマリズムとは、人生の目的を明確にすることだと言います。そして、ミニマリストの暮らし方は、何もない部屋に住むことではなく、必要なものは残し、今の自分に不要なものを手放すことであると主張しています。そこで、タケルさんが行ったのは、今までの人生を振り返り、どんな人生にしていきたいのかをひたすらノートに書くことでした。この方法によって、人生がよりシンプルに見える、本当に叶えたい夢に集中できるという効果があったとのこと。過去の失敗や挫折を乗り越えて、タケルさんが夢を持ち、挑戦し続けられる理由、それは、過去の思い出のもの、失敗体験を思い出すもの、これらを手放したからとのこと。大事なことは、過去をどう生きたかではなく、今これからをどう生きていくかであると、タケルさん。過去のものを手放せば、気持ちはどんどん未来の方に向いていきます。今は必要のないもの、過去の栄光、思い出、古いものたちを手放し、これからの大切な未来に向かい、大きな夢を叶えられるようになることが、ミニマリズムの本質なのです。最後に、ミニマリスト流、楽に片付け始める方法について解説していきます。タケルさんによれば、片付けを始めるポイントは次のことだといいます。できることを見つけ、簡単なところから始める。捨てにくいものは後回しで OK。特に、できることを見つけ、簡単なところから始めるについて、具体的にタケルさんのおすすめステップは次の3つだといいます。1、スモールスペースを片付ける。2、家の中でよく使う場所を片付ける。3、大量にある捨てやすいものから片付ける。どういうことか見ていきましょう。1、スモールスペースを片付ける。スモールスペース、つまり小さい場所や空間から、まず使う、使わないの判断をしていきましょう。タケルさんのおすすめは、お財布、カバンから始めることです。これらの中身は部屋の縮図であると言います。2、家の中でよく使う場所を片付ける。次に、普段よく使う場所のいらないものや散らかったものを片付けていきます。タケルさんによれば、いつも使う場所がすっきりすれば、より少ない生活の快適さをすぐに実感できるとのこと。3、大量にある捨てやすいものから片付ける。最後に、自分が持っているもので何が一番多いかを見定めていきます。具体的には、洋服、靴、カバン、本、郵便物など、同じようなものが大量にあり、捨てやすいものから捨てていくのがベター。大量のものを手放し、部屋をすっきりさせることができれば、大きな自信にもつながりますね。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、大量のものに縛られると、お金も時間も奪われやすいということ。次に、過去の栄光や失敗を手放し、今の目標を明確にしようということ。そして、手放しやすいものから片付けをスタートさせるということでした。不要なものを手放していったタケルさんは、徐々に感謝の気持ちが芽生えたといいます。人は失うと、その価値に気づくことができるようになります。大事なことは、今ある幸せを感じること。樽を知るということは、今以上の幸せを求めてはいけないということではないのです。この動画を見ているだけでも、あなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ、繰り返しご覧いただき、自信を持って
片付けを進めてみてくださいね。以上で、自分らしく生きるため、少なく暮らすの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。また、このチャンネルの運営会社アシストでは、公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買い取りなどのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているので、チェックしてみてください。それではまた次回の研究動画でお会いしましょう。バイバーイ。